がんの治療や美容などに効果があるとして、へそのおなどに含まれる再体血を医療機関が無届で投与していた問題で、学会が健康被害が起きる恐れがあるとして注意を呼びかけました。厚生労働省は先月、再体血を投与する再生医療を国に無届で行っていた11の医療機関に対し、治療をやめるよう命じました。

がんの治療や美容などへの効果は確認されていないとして安易に治療を受けないでほしいとしています。